この商店街を通って帰りたいんだけど、夜に一人で歩いているとペタペタが出るの。ペタペタって姿は見えないんだけど足跡があって、ペタペタって足音がするのよね。仮面の男に関係あるのかな。さあな。だ、調べてみる価値はありそうだ。見てみろ、足跡だ。おかしい、足跡はあるのにまるで気配がない。どこに行くんだろう。とにかく追ってみよう。何かの入り口？入っても大丈夫かな。ペタペタを追うんだ。行くしかねえだろ。入ったのはいいけど、妙なところに迷い込んだね。どちらかというと地形の方が迷子だけどな。ペタペタはこの先に行ったみたいだ。飛ぶしかないか。
動くかな、このエレベーター。あれを足場に使えば行けそうだ。
子、抜け殻みたい。ペタペタはこの子に用があるみたいだね。汚れで近づけないんだろ。払ってやるか。になった。やっぱ自分の体に戻れた。お前ペタペタか。そう呼ばれてたみたいだけど、僕は自分の体に戻りたかっただけなんだ。あの穴に体を吸い込まれてからずっと探してた。でやっと見つけたんだけど近づけなくて。俺もヤドカリ状態だからな。気持ちはわかるぜ。おじさんも早く戻れるといいね。助けてくれてありがとう。この穴は払って閉じておこう。ねえ、あの穴ってよく考えたらさ、僕だけ吸い込まれてたかもしれないよね。離れ離れにならなくてよかったな。気持ち悪いこと言うなよ。あとは外に送るだけだ。行けそうだ。
を掴んだみたいだな。なんだ？いい感じじゃねえか。
これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。いたぞ、かまいたちだ。あいつはこっちを気にしていない。動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。このビルも今じゃ平凡に見えるな。ハゲリエとかと比べるとね。やつの動きが止まったぞ。悪いね、力を借りるよ。返す予定はないけどな。ここ、なんか事故が多そう。よくわかったな。ここはそういうとこだ。バイク乗ってるからね。そういえば事故ってたな、お前。見守ってくれそう。そうだな。あれは六六尾だな。どこから首が伸びてるの？長すぎるよ。六六首を探すんだろう。そっちじゃない。首根っこ引っ捕まえてやる。もう隠れるところはないみたいだね。お前も妖怪の考えが分かってきたな。いや、そんなことないよ。ダメ、全部救えない。
しまった。落ち着け。大したことない。どんどん行こうぜ。信心深いな。こういう時だからね。待ってたんだよ。え、嫉妬したぜ。かかってこい。いい感じだ。
もっと遊びたいの。してくれないかな。